開花記録は平成24年キッズの新潟が作りました13秒86です。内側から選手をご紹介します。第1年川波俊君国際医療大学、1週間で1回じゃ多分4時55分。第2年神谷健君愛知学院大学。第3年湯田義昭君関西学院大学。第4年清水洋平君中京大学。第5年山尾智弘君中京大学。第6年柏原雄志君名古屋学院クラブ。第7年福田洋一君中京大学。朝来る時は6時半ぐらい。第8年福田雄貴君岐阜経済大学。以上8名で選手権男子 60m ハードル決勝です。僕読みないって決まったみたいに。俺給油作ってるもん。まあ、CDC。僕読みスピーチ。だから別に朝やって。じゃあ前はどこ行ってんの？でも早く決めといた方がいいと思うよ。取られてみんな。取られてみんな。壊れてるじゃん。月曜行くわ、だから火曜行くわ。だってエスカーでしょ。だってね、どうしよう、ここでエスカーを1回目で1年何言ったの、そっちの。お前冗談はほどほどにして、マジだったら、マジで痛かったら、あの途中もう帰って病院行ってる。遅いんでしょ。遅いんでしょ。来年のじゃあ春勝負しますね。冬やったらさ、絶対結構すっかんなくて、あと運営していくし、もう半日だから1時かけて15分だと思うんだけど、12秒くらいか。いや、上かける分には、しかも届き本気で行かないと分かんない。学年にめっちゃ重くない？一発で9分抜けない。先ほど終了しました選手権男子60m ハードル決勝の結果です。結局は西水洋平君10秒台で1時間14秒34、2着山本智弘君10秒台で誰？三着、三浦義明君、関西学院大学、時間14秒後半、このたび追い風選手9メートルでした。いかがしましたか？このたび順方、お待たせください。絶対ねえぞ。当てちゃねえたんで、当てちゃねえ。あれだろう、あの輪投げで入れるよね。